夢ラジオ第1146回。今日は平成30年3月21日水曜日です。時刻は午前0時半。横浜港北、午前0時半水曜日です。とは言ってもなったばかり、真夜中のナイトビュー見ながらの放送です。横浜港北、街並みは綺麗ですね。今宵も昨日火曜日夕方、自由が丘でのお仕事、それが終わって帰ってグダグダしていたらもうこんな時間、日付も変わってしまいました。けれどお休みする前にフォイエルバッハ取り上げたくて、そんな夢ラジオです。1146年、今回はフォイエルバッハのキリスト教の本質取り上げましょう。キリスト教の本質、1841年に出た書、ドイツ語ではダスヴェーゼンデスクリステンティウム、ダスヴェーゼンデスクリステンティウム。哲学史あるいは経済史に通じた人だったらフォイエルバッハと言われてもヘーゲルとマルクスをつないだ人ですね。こんなスキームで終わっちゃうことでしょう。ヘーゲルとマルクスをつないだ人ですね。あるいはマルクス主義から見たらフォイエルバッハ、不完全な唯物論、まあヘーゲルとマルクスをつないだ人であるからにはその不完全さもしょうがないか、あはは、こんな感じ。そのヘーゲルとマルクスをつなぐ、まるでフォイエルバッハには勝ちないけれどヘーゲルとマルクスをつないだというその一点だけで価値がある、そんな風に見られるフォイエルバッハ。そんな彼を今回は主人公として取り上げましょう。真夜中の夢ラジオです。青年ヘーゲル派、ユングヘーゲリアーナー、ヘーゲル左派とも呼ばれヘーゲル哲学を受け継いだけれど社会主義に近い人たち、今回のフォイエルバッハ、この前ご紹介したマックス・シュティルナー、そしてバウアー、もちろんマルクス・エンゲルス。そのフォイエルバッハはキリスト教の本質という書で、まあ唯物論を展開している。後にマルクスやエンゲルスはこのフォイエルバッハの唯物論が不完全だとかなんとか難癖つけましたが、それより何より唯物論への道を開いた、無神論を徹底した、そんなフォイエルバッハです。フォイエルバッハの哲学、特に今回の書キリスト教の本質を理解するとき、類、これがキーワードですね。類、ドイツ語ではガットング。人間にはこの類を識別する能力がある。
ガットング。つまり動物を取ってみた場合、動物でも認識はしますが、目の前に来たあんな動物、こんな動物、そんな動物、それを分類することはなく、動物の場合、目の前の対象、ゲーゲンシュタンっていちいち新しく認識するわけですね。今回はこいつか、その次はあいつか、そしてそいつか。けれど人間の場合、こいつ、あいつ、そいつ、それを例えば犬と分類したり、猫と分類したり、人間と分類したり、そう、人間は類を形成することができる。人間とは類的本質である。キーワードですね。人間とは類的本質である。わかりやすく言えばカテゴリ化できる。動物にはそれができず、毎回毎回新しい対象が目の前に登場するだけ。しかもその人間の類、人間にとっての類、その類を決めるのは人間の認識能力。つまり人間とは何かと言われた場合、フォイエルバッハによると、類を識別する存在ですよ、類を識別する存在ですよ、あるいは人間とは類的本質ですよ、これを犬と呼ぼう、これを猫と呼ぼう、これを人間と呼ぼう。そして人間と呼び始めた途端、太郎くん、次郎くん、三郎くん、それらがすべて才を取り除かれ、人間という類に統一されていく。このカテゴリ化、これが近代でした。けれど人間はその個々の類、例えば人間にしましょうか、その個々の類、人間というその種類に当てはまるうちにあって、太郎くん、次郎くん、三郎くんと識別もするわけですね。もっと言えば、類の中の太郎くん、類の中の次郎くん、類の中の三郎くん、そしてその私と、例えばね、私と太郎くん、私と次郎くん、私と三郎くんとの関係は類的であっても個別的ですね。類的であっても個別的。つまり太郎くんを人間と認識しながらも、けれどその太郎くんを個人として私は見ている。動物の場合は太郎も次郎も三郎も猫も犬も何もかも全部個別だったんですけど、人間はガットング、ルイ、その中にある太郎くん、そんな認識の仕方をする。一方、青年ヘーゲル派が師匠と仰いだヘーゲル哲学ではどうでしたか？そうです。精神が自己展開し、sich entfalten、精神が自己展開し、そして世界史になっていくんでしたね。精神が自己展開し、それが歴史、それが理念。そこでは私と
太郎君という個別の関係は全く踏み潰され、すべてが必然、すべてが絶対精神、すべてが弁証法、この中に含まれてしまう。ドイツ語に Entfremdung という言葉があって、これを日本語では疎外と訳します。 Entfremdung、 疎外。今の日本語では疎外っていうと、みんなから仲間外れにされるとか寂しいとか、そんな意味で使われてしまっていますが、全く哲学や経済学ではそんな意味ではありません。疎外、エントフレモドンというのは、エントというのは向こうへ、フレモドンというのは見慣れないものになること、つまり疎外という言葉のもともとの意味は、自分が作ったものなのにそれが全く見慣れぬものになっていくこと。もう一回、自分が作ったものなのにそれが自分の手を離れて統制の効かないものになっていくこと、これが疎外なんですよ。そしてフォイエルバッハによると、このヘーゲル哲学におけるこの踏みつぶし、これこそ疎外じゃないか。つまり弁証法を作り出したのは人間なのに、あるいは世界精神を作り出したのは人間なのに、絶対精神を作り出したのは人間なのに、その世界精神だか絶対精神だか弁証法だかが人間の手を離れ、人間のコントロールを効かなくなり、勝手に自分で展開していく。なんだこれは。俺は今太郎くん、あるいは花子さん、彼らを目の前にしているのに、その自分が太郎や花子と向き合っていることが全く消去され、あるのは絶対精神の自己展開。この抽象化はなんだ、この疎外はなんだ、このよそよそしさはなんだ。フォイエルバッハはこう言うんですよ。つまりフォイエルバッハはヘーゲル批判、ヘーゲルの世界精神の自己展開、そこで見落とされる実存、そこで見落とされる個人の生きる人生、ここに目を向けたのがフォイエルバッハ。こう言っていいでしょう。しかもこのキリスト教の本質という書は、批判の対象はヘーゲル哲学だけでなくキリスト教も。人間は世の中を対象化するとき、つまり世の中でゲーゲンシュタント、対象を見出すとき、自分との関わり、そういう枠組みで対象を見出します。自分との関わり、そういう枠組みで対象を見出します。全く自分に引きつけることなく、純粋に対象を見ることなんかできない。必ず自分に引きつけて対象を見る。ということは、この世の中の対象、ゲーゲンシュタント、それは自分の認識の表れである。もっと言えば、人間の本質とは対象の本質である。人間の本質とは対象の本質である。自分と他者、主体と
客体、こういう二項対立があるようでいて、主体が客体括弧対象を見るとき、その客体はオブエクトと言ってもいいし、ゲーゲンシュタントと言ってもいいんですが、それは主体が自分を映し出している。うん。そしてフォイエルバッハは神、あるいはキリスト教の神、これも人間が自分を映し出したものだ。19世紀にはこれが説得力を持ったんです。神は人間が自分を元にして作り出した繁栄である。神は人間の似姿である。この転換がわかるでしょうか、リスナーの皆さん。フォイエルバッハは言ったんですよ。神は人間の似姿である。神は人間が自分を元にして対象を作り上げた、その対象である。近代以前、人は神の似姿だったわけですね。人は神の似姿だったわけですが、逆転しました。神は人間の似姿である。とつまり、人間が自分の認識能力、それを元にして作ったものが神。しかも、その人間と神との関係は、ね、人間と神との関係は、充足的なものである。満ち足りるものである。他者を必要としないものである。すると、宗教者は、まあ、ヨーロッパの文脈では、キリスト者は、神、人間が作り出したかもしれない、ね、人間が作り出しただけな神との関係で充足してしまい、他者、他の人間ですよね、そこへの関心を持たなくなる。信仰が深まれば深まるほど、他者への興味がなくなっていく。神だけでいいと。しかもその神は人間の似姿。そうなんです。ここには無神論と同時に無政府主義、無神論と同時に無政府主義、神様なんかいないと。神様は人間が勝手に作り出した自分の投影に過ぎない。うん。そしてその神がいなくなった時、人間には寄って立つものがない。国家も政府も。後にマルクスとかエンゲルスは、プロレタリア独裁、すなわちプロレタリアによる国家というものを想定しましたから、このような無政府主義、あるいは無神論なだけのフォイエルバッハは、いい線まで行ったけど結局バカだったよね、あはは、そんな扱い。そして20世紀以降、マルクス主義がばっこした世界においては、フォイエルバッハは常に、まあ、マルクス主義の前座。けれどどうでしょう、そのマルクス主義の欠点があまりにも あらわになり、そして今もう誰一人マルクス主義をそのままでいいと論じるようなものもいなくなってしまった21世紀2018年の今、この自分と他者との関係が、ね、自分と他者との関係が神だか宗教というものによって押しつぶされている、いや
弁証法だか、ね、その前に神だか宗教だか言う前に弁証法だかなんだかによって押しつぶされている。そんなフォイエルバッハに新たな光が当てられていますね。そうかと。神なき時代にあっても人と人との関係を率直に見つめた実存主義者じゃなかったのか、フォイエルバッハは。本当の神なき時代での人類愛を考えた20世紀の先駆者だったんじゃないか、フォイエルバッハは。そのフォイエルバッハと比べ、フォイエルバッハを批判したマルクスだのエンゲルスだのは、あまりにも単純な唯物論であったんじゃないか。夢ラジオ第1146回。今回はフォイエルバッハのキリスト教の本質取り上げました。夜がどんどん更けつつありますね。私もこの放送で休むことにしましょう。リスナーの皆さん、おやすみなさい。